ホルダーと、両県バレー、ハントハウンド。当時の記録となった、超過183ポンドのクロマグロと並んで映る、チャールズイホルダー、1898年撮影。チャールズ・フレデリック・ホルダーは、大物釣りの創始者で、カリフォルニア州パサデナのローズパレードや、サンタカタリナとアバロンのツナクラブオブアバロンの設立メンバーの一人。ホルダーは、 マサチューセッツ州の裕福なクエーカーの家系の出であった。父は動物学者のジョセフ・バセット・ホルダーで、母はエミリー・オーガスタ・ゴーブであった。ロードアイランド州プロビデンスのキリスト友会の学校に学び、マサチューセッツ州ウェスト・ニュートンのアレンの予備学校や家庭教師たちからも教えを受けた。ホルダーは1869年にメリーランド州アナポリスの アメリカ合衆国海軍兵学校に入学したが、卒業後、海軍に任官しなかった。その後、ニューヨークのアメリカ自然史博物館で、キュレーターとして働いていたが、1885年にカリフォルニア州パサデナへ移住した。生涯を通じて熱心な博物学者であり、海洋生物学についての著作や、1898年から彼が切り開いた、 新たなスポーツジャンルとしての大物釣りに関する最初期の著作群によって広く知られた。ホルダーの本は正確な科学的記述でありながら興奮を呼ぶような生き生きとした語り口で知られていた。1890年から1891年にかけてホルダーはトーナメント・オブ・ローゼ・アソシエーションの会長を務め、1910年にはローズ・パレードのグランド・マーシャルに選ばれた。 カリフォルニア州パサデナでは、ホルダーは、実業家、特使家、また、自然保護活動家にして狩猟家として知られていた。1898年には、カリフォルニア州サンタカタリナ島アバロンにおいて、釣りの対象となるすべての魚種の適正な管理を行う、ことを目的とした、ツナクラブ・オブ・アバロンの設立に参加した。エスペラン・サイシカイ・アール・バーナム少佐、ホルダー。メキシコ。 セノーラ、ヤッキデルタにて、1909年。1910年には、フレデリック・ラッセル・ワーナムと共に、メキシコを旅行し、ザ・ブック・オブ・ザ・ダームドで、超常現象的な遺物として紹介された、エスペランサイシなど、マヤ文明の遺物とされるものを発見した。ホルダーは、パサデナで、自動車事故に遭って死亡し、意外は、カリフォルニア州アルタデナのマウンテンビュー墓地に葬られ、後には、 つまさらエリザベス・アフォードホルダーも隣に埋葬された。1998年、国際ゲームフィッシュ協会の殿堂入りを果たした。ありがとうございます。